さあ、それでは続いていきましょう。おこりんぼ田中裕二。はい。こんばんは、田中裕二ですから始まる、いかにも田中が起こりそうな事柄を皆さんに考えてもらっています。そして怒りの度合いを3段階で私、田中が評価いたします。はい、ラジオネーム、お腹ヘルタースケルタ。最近頑張ってね、多いね。お腹ヘルタースケルタ。別にっていう人ですよね。あ、まあまあ、ヘルタースケルターですよね。サージリね。サージリ。太田さん、三山くんのマネージャーさん、こんばんは。いや、俺のマネージャーが三山。研修だ、まだ。田中裕二です。三山もね、この間俺泣かしちゃったからね。もうあんまり いじれない。もう、な、俺すぐ人泣かしちゃうんだよな。泣いちゃうんだ大のとこな、もういじれなくなっちゃう。いじれなくなっちゃう。うん。ハラハラ泣いてたね。うん。ホロホロ泣いてたね、なんかね。だってあんまりバカだからさ。いや、俺怒ってないんだ、別に、うん。ただ、この間なんかラジオの帰りに、ね、それこそ先週か。なんかスティーブ・ジョブズ。スティーブ・ジョブズの本を。イノベーションっていう本を、ね。読んだって言うから、どんな本だったのつって聞いたら、ジョブズさんがマックを作る前、マックを作る前に、Windows の人と、ちょっとその人の名前が出てこないです。Windows の人、Windows の人と一緒にやって立ち上げて、それマックを作った Windows の人とって言ってて、それビル・ゲイツだろうけど、まあね、Windows ビル・ゲイツとジョブズが最初に一緒にやってたなんて話、俺聞いたことねえなと思って、えつって言ってて、ビル・ゲイツみたいな話、あ、その人、その人、その人とマックを作るときにマックを一緒にマックを作ってとか言っててさ、でお前本当読んだのかよみたいな話になって、ね、田中君がね、ちょっとお前それじゃあ、そう、その前に、その、じゃあ、マックって何だ、何だと。マックってお前何だと思ってんのつって。そう、マックって何の略だと思ってんの、うん、あ、マイケル、マイクロ、マイケル、マイクロ、本当かと思った。それさ、ジョブズの本を読んだ人の知識じゃないよなぁと思って、マイクロソフト、知らんすかねつってね、うん。で、田中君が見るに見かねて、うん、お前、じゃ、だったら明日までにもう一回それを読んで確認して、明日発表しろみたいなことになったんだよね。うん、ね、そう。で、次の日、番組収録が終わって、うん、それでは発表しますみたいな、ね、なったんだよね。発表しますって。俺はその日に、うん、俺家帰って一応、ウィキペディアで見たんだよ。うんうん、ジョブズとやっぱりビル・ゲイツは別に最初にやってないんですよね。おかしいな。どうしてそういう勘違いになったのだろうっていう。で、言ったら、ね、発表したら、あ、じゃあメモ見ていいですかって言うんだよね。ね、メモしてきましたと言うから、田中君がメモ見ないでとりあえず行ってみっつって、まずジョブズさんとビル・ゲイツさんの、あら、間違ってました。つって。一緒にやってません。うん、って言って。で、最初に、ジョーズがもう一人誰か、ちょっともう一人誰か。全然容量を得ない。スティーブ、なんとか、スティーブなんとか、つってなって。うん、で、なんかもう、うん、もう結局メモ、じゃメモ見ろ、つって、うん。そう。で、メモ見ても、なんか結局わかんないんこのなんとかっていうのを作ったんですけれどもこれがみたいな話で全然容量得ないから、うん、お前マックの略はなんだかわかったのかって聞いたら、うん、メモを見ながらマスキン、うん、マスキントッシュって言ったからバカだろバカだろバカだろいくらなんでもお前その年でお前マッキントッシュ言えないやつジョブズの本読んでマッキントッシュも言えないやつ初めて見たわってさ泣き出しちゃってどうしたかさパニックですパニックですお前なんで泣いてんだよいやもうパニックですパニックって言いながらハラハラ泣き出しちゃってあ
あれはびっくりしたな。マスキングティッシュって言われた時には、もう驚いた。びっくりした。もう、だってその、読んだっていうとこから始まってるからね。いや、しかも、その、ウトクタって知ってるじゃん。マッキントッシュは、わかる。さすがに俺だってわかる。全然疎いけど。そうね。まず、マッキントッシュ、ね。マスキン。で、まず、アップルってことも分かってない、ね。分かってないんですよね。この間、土曜日にね、久しぶりに原宿行ったんですよ。うん、原宿に、しかも休日に行くなんてことはめったにないからね。やだな、怖いな。混んでるんじゃないかな、なんて思って、電車出たら、もう人の山。ホームから改札に降りるのに行列ができてるような状態で。うわぁ。でもまあ休日だし原宿だし、しょうがないかなんて思って並んでたらね、後ろに並んでいたカップルの会話が耳に入ってきたんですよ。男、人やばくねこれ。何これ、女、ね。てかさ、思うんだけど、休日に原宿来てるやつってマジアホじゃね男、それな、マジで俺もそう思うわ。なんで休日にわざわざ来んの、マジありえねえわ。女、普通に平日に来いよ。マジいなくなれし、いなくなれし。人混みあっち、人混みあっ、ん？人混みあっちいわ、マジで。おい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 、お前らもう休日に原宿に来てるじゃねえか。なんで自分らだけ例外なんだよ。なんならお前らのようなテラスハウスに憧れて、毒も目指してまーす、キャピみたいな、頭スカスカカップル、略してスカップルが、この原宿では一番多いそうなんだよ、このバカ。休日に原宿に来てもいいけど、せめて自分たちも混雑の原因になっていること、粛々と受け止めろ。これってムカつきませんか。超ムカつく。いやもうこれはもう全く正論ですね。その通りですね。ありえなくね。お前もそうだっていうことをこれ分かってらして意外に多くてね。そうなんだよ、うん。ハワイは日本人ばっかりだ、ね。ばっかりだ。もうね、ああ、もう日本人ばっかり、お前もだよって人多いんですよ。で、あの、前、うちのマネージャーだった伊藤ちゃん。ってね、いて、ああ、伊藤くんはすごいあのアイドル好きでね、で、あの当時小倉優子林の大ファンで、で、あの昨日秋葉原の優子林の、あの握手会行ってきたんですよ。あ、行ったんだ、どうだった、いやダメっす、オタクばっかで。お前もっていう、全く同じね、そのお前がその体調だろっていう話をね、したんだけれども、まあ、そう強くは言えなかったですけど、伊藤ちゃんにはね。ああ、そうなんだとは言ってきましたけれども。まさにそう、同じ話だと僕は思ってます、それ。まあ、だからこのカップルは平日も行ってるんだ、ね。平日も来てて、休日も来てる。そうそう、しょっちゅう。日本庭なのに、うん、休日なんとこんなになるっていうことなんだね。うん。だけどさ、私は休日行ってた口ですからね。あの、竹の子の頃でしょ？ね。もうこれは言えません。言えないですね。私はもうその群像の一人。一人だったんですね。まあ私も別、まあ俺日曜だから行くわけじゃない。右往の州ですよね。右往の州ってやつ、ね。州、うん。田中、うん、ストライク TV 終了によるストロスが尋常じゃないぞ、うん、ああ。ネーム、黒いひげボキン。ああ、ストロスね。ストロス。ねえ、はっきり、言いにくい頃はっきり言う TV も見てくださいね、うん、見てください、はい、太田さん、石井ひろ子に勧められた幸福を呼ぶアナルパールアプリを愛用している、うん、本当にストロスだろうな、アプリコちゃんね、アプリコちゃん、こんばんは、
お笑い界のおさいしジョージ。うん、お笑い界のおさいちジョージ。田中裕二です。なんでだ？うん、おさいちジョージも懐かしいね。うん、さあ、今回もテレビ番組に対する怒りです。うんうん。張り切っていってみよう！僕クイズ番組好きじゃないですか。それでついつい見ちゃうんですよね。うん、まあ、それぞれの番組で思考を凝らしたクイズ出してくるわけですよ。例えば何かのランキングの上位を当てるにしても、うんうん、ビンゴの要領でやったり、うん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 、1位じゃなくて5位を当てるとかね、うんうんうん、そういう難しい順位を当てさせたり、うん、ルール説明の時までは面白そうだなって思って見てますけど、その後ですよ、うん、今回のお題は日本で多い名字ランキングトップ10です、うん、こんなのね、うん、クイズ番組でもう散々やった使い古されたお題なんだよそこね、そこね、うん、調査ごとに微妙に違うだろうけど、うん、どうせ佐藤、鈴木、高橋、田中、渡辺、伊藤、中村、小林、山本、加藤なんだろうそして吉田、残念吉田は11位です。うわ惜しいみたいな流れになるんだよ全部宮北は他にも2年前とかなんて東京スカイツリーの高さは何メートルでしょう、うん、って問題腐るほど見たね、うんうんうん、最悪一週間で3回くらい見ましたよ、うん、そうなったらどうよ何いちいち考える気も失せるでしょ、うん、クイズ番組で考える気がなくなるってことは、うん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 、見る気もなくすよね、はい、せっかく面白そうな出題方法を作ってるんだからさ、うん、それを活かせる問題をちゃんと考えろよこれって腹立ちますよね。まあ、ムカつくぐらいですかね、うん。これはね、でもね、難しいとこで。スカイツリーはまあ話題。話題。武蔵というね。そう。その話題、情報も一つ入ってくる場合があるんです。クイズ番組には。純粋なクイズ番組と、バラエティの1コーナー、例えば、いいともみたいんで、だったら、まさにやりましたよ。あの名前名字ランキングもうそれはどうでもいいというか、ね、そうだ、それはクイズ番組ではないのでいいのかって話だしね。あとはその例えば名前のランキングって結構変わったりするね、年によって違ったりとか国勢調査の結果が変わればまた変わってくるとかもあるから、意外にね毎回ねえってなる時もあるんですよ、うん、昔僕ら子供の頃鈴木が1位だったでしょ。鈴木佐藤、鈴木佐藤だったでしょ、うん、今は佐藤鈴木なんですよね。で、高橋も俺、ね、増えたというか、順位上がったよね。ランクアップしてる。ランクアップしてるんですよ。で、田中もだいたい4位ぐらいだったんだけど、高橋抜かれたりとか、昔は田中の方が上だったとか、あ田中多いイメージありましたね。そうなんですよ。あって、結構、ね。鈴木佐藤田中でしたね。そうでしょ、ね、でね、高橋が今、3位なんでね、確かね。で、そういうのが結構面白かったりするのもあるのと、うん、あとはやっぱりね、クイズ2と、俺はまあ、どっちが好きな方だから、うん、この問題良くねえなとかね。うん、これちょっと、この問題は、こっちから、こういう角度で来られたら、ちょっとこれ矛盾しちゃうみたいな時とかたまに思ったりするんだけど、一般の、例えば主婦の人とか、ゴールデンタイムに、小学生の子供と、お母さんでテレビを見てるぐらいだと、ちょうどよかったすんのよ。634m、武蔵だ！武蔵でなんだっていうのが、いい、よかったする時もあんのよ。許してよ。っていうと、もう、ある、ちょっと。なるほど。そういう気持ちもある。でも、クイズ好きは、うん、ちょっと本当にこう、何度も出てくるクイズあるからね。うん。だから、その辺のやっぱりこう、見る側の。だから、クイズ番組ではやっぱりそこは、もう武蔵はちょっと、うん、もうねっていうね。だよね。うん。だ最初だけはね、同時に被っちゃうんですよ。ええー。要はだからその、収録が各局、収録してて、あ、先にやられたって思ってますよ、多分。オンエアされ、見ちゃって、あ、うちもこの問題作っちゃったよ、来週オンエアなのに、みたいなのも、
そしょうがないですよ、その時は。いや、もうワイドショーでそれをちょっと一個、うん、ワンコーナーならわかるけど、うん、クイズ番組はさすがに武蔵はちょっと。まあまあね。ちょっと。あの当時でもダメでしょ。まあまあそっか。うん。そうだね。クイズ番組ではそうだね。うん。ラジオネーム、猜疑心の塊。太田さん、高梨さん、こんにちは。うん、田中だけどね。いつも楽しく拝聴しています。うん。猜疑心の塊と申します。うん。こんにちは。可愛くて評判の田中裕二です。だそれ。仕事の同僚女に腹が立ちます。うん。そいつは何かにつけて、私はガラスのハートだから。うん、とか自分小心者だから、うん、とかガキが覚えたてのフレーズをやたら使うように言いまくります。先日はやたらと忙しくどう考えても残業だなと思って働いていたら、その同僚女がマネージャー男のところにもじもじしながら近づき、上目遣いの一世を風靡したアヒル口で、うんうん、今日お客さんに怒られちゃって心折れちゃいました、うん、帰っていいですかって言いやがんの、うん、は、うん、は、は、あげくみんなが残業している中挨拶もせずに帰ってやんの、うん、はあげく翌日、まるまるさん怖いんですけど、なんか私ガラスのハートだから心折れちゃいそうですとか言いやがんの、うん、お前お前お前3回お前みたいなやつは毛がボーボーの鋼の心臓って言うんだよバーカどうですか、超ムカつく。まさにそうです。そんなこと言うやつは。帰っていいですかって。ああ、それは本当に逆ですよね。全然ガラスの心臓じゃないね。普通ガラスのハートの人は言えないよ。本当にそう。で、まず自分で自分のことをガラスのハートですって言う人は、まあ、あんまり信じられないね。うん、人が言うんですよ。あいつは飲みの心臓だっていう、例えばね、とか言うのは人が言うことであって。あとあの昔からあの褒められて伸びるタイプですっていう自己主張するやつ、うんうん、怒られてる時、うん、ふざけんなバー伸ばそうと思ってねえわみたいななんでお前のためにお前を伸ばすために褒めなきゃなんねえんだみたいな、ね、うん、いやそれはムカつくだろうな、ほんなの言ったら、おはぎ